歌は作曲、作詞のどっちが先？一般的には、作曲が作詞よりも先に行われることが多いです。作曲家はメロディーや和音を作り上げ、曲の雰囲気や構造を形成します。その後、作詞家が作曲された音楽に合わせて歌詞を書くことが一般的です。私は、先に歌詞ができて、後から曲をつけることが多かったです。作詞と作曲が同時にできたこともありました。要するに、作曲と作詞のプロセスは人によって異なる場合もあります。どちらが先に作るのが、いいとか悪いとかはありません。好きなアーティストがいると、似せなくても自然に曲調が似ることがあります。つまるところ、作曲と作詞の順序は創作の方法や個人の好みによって異なります。どちらが先に行われるかは、そのプロジェクトやアーティストによって決まるものではありません。